皆さんこんにちは、水木あおの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は前髪が邪魔ということで、今日は前髪をカットしてから、巻くところまでセットまでやっていこうと思います。まず今前髪がだいぶ伸びました。この前までは足目やってんけど、出すとこんな感じで、こっちの方がちょっと少なく、こういう感じでバンクにしてたんで、なのでこっちだけこう傾いてます。でこれをきれいに整えながら、ちょっと切っていきたいと思います。でまず用意するのは袋とハサミで、こっちの方が髪の毛が少ないので、もうちょっとだけ増やすために上からこのライン状、今こういう風になってる、三角っぽくなってんねんけど、その上からさらに髪を足そうと思いますので、この辺をこうやって持ってきます。何個かこんな感じでちょっと足しました。ちょっとガタってなってんな、もうちょっとここも入れようか。はい、なのでこの足したやつを切って前髪に追加したいと思います。でちょっとだけ前髪を増やします。じゃあまずはまあ普通に同じ長さぐらい、ちょっと下目に切ります。これぐらいでバサッと、思い切りが大事で、ちょっとだけ短く切って、ここの辺も切って、で今こんな感じであらばやねんけど、ここからこの上に今ちょっと長い毛をかぶさってるから、さっきの右側の方とちょっと同じぐらいの高さになってるんで、これから整えていきます。で端っこまず持って、はい、端っこ持って縦にこうやって入れていきます。ちょっと斜めっぽくてもいいかな、縦というかちょっと斜めっぽくバサバサバサっと切ります。でこれは次またその隣の毛に行って少しだけ切ります。こんな感じで切って、で次真ん中スッと持って、こんな感じで、まあ、こうやって持つときはこうやって持ってちょっと離して自分の毛を見ながらこうやって切ってったらいいと思います。で端っこんで、このこことここはちょっとだけこの真ん中よりも少しだけ長めに切りますので、ちょっとこの長さを見て上の方を切って、ちょっとこう斜めにします。うん、こんな感じで一応整えました。まだちょっと目にかかるねんけど、まあこれぐらいやったら巻いたらもっといい感じになって、今結構ペチャって髪の毛がしてるからなんか目にかかってるんですけど、まあこの目にかかってるのが嫌やねんやん。だからここから次は巻いて整えていきます。切った感じはこんな感じです。こんな風にちょっとだけ上から取って髪の毛を増やしました。よし、じゃあ早速巻いていきます。青がいつも巻くときはこの端っこ持って下でふわっと、んで下巻いたときにちょっと横にこうペタってすんね。もう一回やるで。真ん中取って根元からふわっと巻いて、んで横向けてペタ。はい、これを繰り返して端っこも、端っこするときはこっち側に流してペタッと、こんな風に肩取ります。んでまあこう両方が流れるようにしたらいいと思います。で端っこはこんな風に、この辺は一番こういう風に綺麗に肩つけてると前髪が綺麗に見えやすいんで、こうやって、で反対ちょっとここ負けてなかった、反対も整えて、でここ合わせて、これで
前髪切れたので完成です。こんな感じで前髪ができました。まあ、巻き方もほんまにこうやってふわってやって合わせるだけなんで、まあ、こんな風にみんなもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。